はい、どうもどうもです。さて、今日なんですけども、今日も分析しましょう。はい。赤西仁くん。うん。赤西仁くん。まあ、男女とも、ね、かっこいいと。もう、誰もが認めるような男性ですけども。の、まあ、KAT−TUNの時もそうだし、ちょっと多分、まあ、けど、ほぼほぼの曲の時の、髪型を、まあ、分析というか見ていこうかなと思います。まあ予想は大体分かる。大体もうこの辺に来ると思う。うん。それ予想した中で、ちょっと見ていこうかなっていうふうな感じがすると思います。うん。で、まず一つ目が、この時ですね。この時。これもリアルフェイスの時。うん。リアルフェイスの時だと思います。間違ってたらごめんなさい。指摘していただけたら、謝ります。で、リアルフェイスの時、まあ、これなんかは、うん、かっこいいね。かっこいい。男性、うん、やっぱり女性っていう男性でしょ。まあ、でも女性。外ハミとかウルフっていうのが、いいのかどうかってことなんだけど、まあ、この時代、この髪型、まあ、赤西仁だから許される。ところはある、うん、赤西仁っていう人物像を置いて髪型だけで見ればまあ男性受けの方がいいのかなっていう気がするよね。やっぱりこの辺かな。リアルフェイスのあたりなんじゃないかな、この時。うん、顔だけ見たらもちろんそんなのはもう多分ここなんだよ。もう誰にでも好かれるような人なんで、もうここでもう決定でもう終わりみたいな感じの動画になっちゃうんだけど、まあ、髪型をね、少し見ていこうかなっていうことで、いきます、今日は。うん。はい。まあ似てるけど、keep the face。keep the face かな？うん、の時。うん、ちょっと短くなって、若干短くなって、色もちょっと明るくなってっていうような感じ。まあ、けどこれがやっぱ多分印象的に強いんじゃないかな。僕のイメージではやっぱこれが強いんですよ。このカットン時代の時って。まあ、そうだね。これは女性でもいけるのかな、明るくても。どうなの、女性受け、男性受け、いける。で、かっこいい。かな。うん。まあ、基本でも柔らかいとか可愛らしいってのはあんまないと思うんだよね。まあ、男性受け、女性受けしやすいような。でも、カット自体は、別にウルフっぽいような長さを残して、外跳ねにすれば、まあ、誰しもできるんですよ。髪型伸ばしてね、うん、セットさえすれば量減らして、そう、ただ似合うか似合わないかっていうのは、まあ、正直顔にくる、顔とかデザインとかバランスとかによるので、そこに関しては難しいかなっていう気がします。うん、理想ね、理想だけだから、理想だけ。うん、でこの時エターナル、エターナルの時かな、多分そうだと思うんだけど、エターナルの時、まあこれも多分いけるでしょ、みんないけないかいけるでしょ。まあちょっと襟足がダメだなっていう人は女性が多いかもしれないけど、まあ、男性でもまあでも大人になればなるほどやっぱりそのちょっとこういう襟足残したバランスなかなかしづらいっていうのがある。やっぱ若い子に関してに言うと男受けしやすいし、ちょっと柔らかいさ、マッシュというかボブというかロングというか、うん、まあショート、ちょっと長めのショートっていうか、ウルフヘア、マッシュとウルフ混ざったような感じで、なんとも言えるこの赤西仁ヘアだけど、うん、まあ男性受けしやすくて、どっちかというと柔らかい感じかな、印象的には。もう黒髪だし、うん、まあ、うん、まあ黒髪かっこいいか。でもなんかちょっと雰囲気的には柔らかいイメージがあるかな、どっちかっていうと。
僕はね、やっぱそう考えるとやっぱこう軽いイメージ、その量を減らしたりとかさ、外ハネしたりストレートアイロンしたりとかっていうのはやっぱちょっとどちらかっていうとかっこいい人でもやっぱヘアスタイルだけ見るとやっぱ柔らかかったりとか可愛らしいとかそういうイメージにちょっとつきやすい印象が僕自身はあります。うん、一つだけだとね。うん、で、これ前も紹介したけど多分これアラカルあのアルバムの時アラカルド多分ね多分そうだと思います。間違ったらすみません。僕もあんま詳しくは分からないんですけど、ちょっと調べた感じではなんですけど、この時はかっこいいよね。このぐらいなら全然いけんじゃない、女性も男性も全然いけるでしょ。これはいけると思う。これはかっこいいと思う。長いけど。うん。この時はかっこいいね。ボブベースの感じで。これも完全にここじゃない。これくらいいけるでしょ、全然。このぐらいの長さのさ、ボブベースで柔らかくて、ちょっとこう巻いてさ、7-3とか8-2ぐらいで分けて、こう、ちょっとこう、見せる感じ。まあでも、こんな風吹いたら終わっちゃうけど。風吹いたら終わっちゃうけど、髪型的なバランスとか、デザインだったら、みんな別に悪くないっていうか、そのあんまりこう、なんだろう、嫌いじゃない、ダメって言わないヘアスタイルなんじゃないかなと僕は思うんだけどね、この頃の若西仁君は。うん。若西仁君、そうね、若西仁君は何でも、坊主でも正直かっこいいと思う。坊主でもかっこいいけど、まあ髪型はね、だけ見ると、全然僕はいけるんじゃないかなっていう気がしますけどね。うん、だってかっこいいでしょ、どう考えたって。うん、でこれあの WhatsApp、 Hey WhatsApp か、 WhatsApp の時、うん、の髪型、まあこれは完全に男性受けかっこいい一本だと思います、髪型的には。うん、女性なんかさ、女性そうね、やっぱまあ女性が好きな髪型っていうか、女性から見るとちょっとやりすぎなんじゃないみたいな、普通に街中でいるとね、うん、なイメージなヘアスタイルなので、うん、まあでも男性からすると全然このぐらいやっても全然かっこいいじゃんみたいな、うん、ジェルつけてとかムースつけてくしゃくしゃって、これねオイルつけちゃダメだよ、オイルじゃ作れないからねこの髪型正直、うん、パーマかけてても、うん、ペタンってへこたれちゃうから乾燥しちゃうしすぐ、うん、ジェルとかちょっとムースとか水分量の多いもの、油分じゃなくてね、をたくさんつけた方がいい、これは。うん、まあ、これは完全に、こっちなんだね、男性向けのかっこいいバージョンのヘアスタイルなんじゃないかなと思う、外跳ねしたりとかパーマかけて、まあ、これも足ベースでちょっと切っちゃえば、うん、襟足の長さがちょっと長いから、これは短い方がいいと思うけど、でも、うん。ちょっと長めにして外跳ねしてとかで全然いけると思います、バランス的には。うん、全然今でも全然いけるでしょ、今の若い子でも。うん、で、まあ、髪型じゃないけどこうまとめてる時ね、多分ラブユアセルフって時、こんだけ長くてここにパーマ感を出すってなると相当長くなるっちゃ難しいよ、肩ぐらいまでいかなくちゃ難しいと思う、肩までいかなくてもいいけど、うん、ある程度長くて段もほとんどないような状態でもうパーマ、まあアイロンとかして結ばなきゃいけないけども、まあこういう結び方はまあ男性がやっぱマンバとか、マンバンだっけ、まああるじゃない、そう、ああいうヘアスタイルとか結ぶのって結構男性、女性よりも男性の方がやっぱ好きだったりとかするから、男性受けが多いんじゃないかなっていう気がする。かなっていう気がする。どう、結ぶっていうこと自体にやっぱり女性が、男性が髪型を結ぶっていうことに対してやっぱ抵抗がある人が多いよね、なんで長げんだよみたいな、うん、それはもう分かった上で僕も今長いんだけど、そうやっぱ好き好きがあるから、まあ男性は結ぶのにやっぱちょっとこう結んでみたいなっていうような人が女性よりもやっぱ多いよね、多いっていうかそのやってみたいなって思ってる人がいるよ、やっぱりお客様の中で、うん、一度はちょっとやってみたいかなみたいな憧れがある人が多い気がする。
で、これこれはナイロンっていう雑誌で、まあ、マックのその男性用かな、ファンデーションかなんか、クリームファンデーションかなの時に出た写真、まあ、まあそうだね、アラカルトと同じだね、これになってくると、うん、このぐらいのさ、柔らかいショートヘアでパーマかけてあってくしゃっていうのは、まあ男性女性受け抜群なんじゃないかなっていう気がする。うん、これがかっこいいよね。うん、これいいんじゃない。ちょっと下に書いちゃうけど、ほぼほぼもうここは同じなんじゃないかな。うん、多分かっこいいバランスで言うと、もう一番抜群に男性受け女性受けしやすい髪型、うん、じゃないかな。これが普通にショートにして、中刈り上げてんじゃないかな、横。横刈り上げて、後ろは刈り上げないで、ちょっともう耳にかかる程度の長さで切って、前髪だけちょっと長めに残してダウンをつけてあげれば、大体簡単にできやすい。シンプルに。うん。で、全体にパーマかけて量も減らして、っていう感じなんで、長ささえあれば大体できやすいです。似てるような感じには。うん。質感とか洗うっていうのは元々の髪質とかもあるから、なんとも言えないですけど、基本的に、うん。このぐらいだったら全然できやすいし、雰囲気は作れると思うので、美容師さんと相談しながら、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。